皆さんこんにちは、証券ママです。今日は鶏胸肉と大葉チーズのゴロゴロ焼きを作ります。鶏胸肉を小さく切ることによってとっても柔らかくいただけます。混ぜてフライパンで焼くだけで簡単にできますので、ぜひ作ってみてください。それでは材料です。まず鶏の胸肉が1枚、今日だいたいこれ 330g くらいあります。それから大葉が10枚、ピザ用チーズが 40g、 ガラスープの素が小さじ1、お酒が大さじ1、それからお塩が小さじ1/4、胡椒も少々ですね、まあ、同じぐらいでいいです。それから片栗粉が大さじ2、それから焼いていく時のサラダ油が小さじ2です。材料は以上です。はい、それではね、まず鶏胸肉を切っていきます。今日はね、この皮ですね、この皮はね、私は使わないので、皮はね、剥ぎますね。これね、これを細かく切って使ってもいいですが、これは今日は特に使わないので、ちょっとスープとかそういうものに使ってください。はい、そしたら胸肉はね、パサつくのでそぎ切りにしてから切っていきます。はい、こんな感じのそぎ切りにしたら、これを5ミリから1センチ角に切っていきます。はい、じゃあちょっと1枚ね、これ切ってみます。こんな感じのね、角切りにしていきます。はい、そしてね、これボウルに入れます。はい、鶏肉はね、5ミリから1センチ角にこのように切ってボウルに入れました。そしたら大葉も切っていきます。まな板はね、よく洗うか、違うね、まな板の方がいいと思います。はい、そしたら大葉、これもよく洗ってあります。そしたらね、このね、茎のとこを切り落とします。はい、そして手でちぎってもいいんですが、そうですね、これをこんな感じで、あまり細かくなくてもいいので、粗みじんぐらいですか、粗みじんより少し大きいぐらいに切っていきます。そしたら鶏肉のボウルに大葉を入れてしまいます。あともうね、調味料を全部これにね、もうあとは入れていきます。はい、お酒がね、これ後からでも大葉良かったんですが、ちょっと先に入れてしまいましたけれども、お酒が大さじ1、それからガラスープの素が小さじ1です。はい、それからお塩がね、これ小さじ1/4です。だいたい一つまみぐらいでしょうか。これ結構ね、味が濃いめで、何もつけなくてもね、大丈夫ような味付けになっています。それから胡椒も少々です。はい、それからピザ用チーズですね。これね、もしあれでしたら少し切ってもいいですが、混ぜてるうちにね、これ折れると思うので、ピザ用チーズ 40g 入ります。それから片栗粉が大さじ2入ります。はい、そしたらね、これを手でこんな感じで全体を混ぜていきます。はい、こんな感じでもうよく混ざったと思います。そしたらこれをフライパンで焼いていきます。はい、それではフライパンで焼いていきます。フライパンに火をつけます。そしてサラダ油を小さじ2ほど入れます。そしたら鶏肉を入れていきます。鶏肉はね、こうやって大さじ1くらい、スプーンでね、ですね、こんな感じで大さじ1ずつぐらいにこうやって成形してね、特に手でまとめなくてもこのようにして入れていきます。火加減は
割とね、中火の弱めぐらいで焼いていきます。はい、全部ね入りましたね。はい、そしたらね、このまま蓋もしないでいい焦げ目がつくまで焼いてください。あまりねこれね触らない方がいいです。はい、で焦げ目がついたらひっくり返して焼いていきます。2分から3分だと思います、片面。じゃあね焼いていきます。じゃあねちょっと見てみますね。もうねいい焦げ目がついたので、ちょっとね火をね弱めたりしながら焼いてください。どうしてもねチーズが入っていると焦げやすいので、でじっくり焼いていってください。もうね鶏肉これ細かく切ってあるので火は火に通るので、弱火の強めぐらいでいいと思います。はい、裏返したらやはり2分から3分ですね。弱火で焼いていきます。はい、それではね今だいたい6分くらいね、裏と表を2分30秒から3分ぐらいずつ焼きました。途中でね焦げそうになったら火はね弱めてください。どうしてもチーズが入っているので焦げやすいので、両面こんな感じでいい色がつきました。これでね、もう火は通っているので、これで出来上がりになります。はい。はい、それではね、出来上がったので盛り付けます。はい、こんな風に盛り付けてみました。これで鶏胸肉と大葉チーズのゴロゴロ焼きの出来上がりです。とっても美味しそうにできています。それでは出来上がったのでいただいてみたいと思います。とってもね美味しそうにできています。はい、こんな感じです。じゃあねいただきます。こんな感じでねしっかり火も通っています。今日は結構お味を濃いめにね、お塩をちょっと多めに入れてあるので、これ何もつけなくてこのままでも美味しいです。ガラスープの素とお塩とあとチーズの塩味もあるので、これだけでとっても美味しくいただけます。じゃあもう一口いただきます。うん、大葉の香りと時々当たるチーズがねとっても美味しいです。これおつまみとかご飯のおかずにも美味しいんですがね、お弁当にぜひ入れてみてください。お弁当にもとっても合います。ぜひね鶏胸肉ですが、こうやって細かく切ることによって柔らかくいただけますし、この大葉とこのチーズとの相性もとっても良くて爽やかで美味しいので、ぜひ作ってみてください。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。最後までご覧いただきありがとうございました。鶏肉のレシピの動画は他にもたくさんありますので、よろしければ概要欄に貼っておくのでご覧ください。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。翔健ママでした。